橋彩香を演じました徳永えりです。本日はお忙しい中本当にありがとうございます。私自身お客様を入れて の舞台挨拶は本当に数年ぶりというか本当に久しぶりで、改めてこうやって、ね、なんかお客様がいてこその映画なんだなというふうに今感じております。本当に嬉しいです。短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。自分が演じたその彩香っていうのは、まあ結婚もしてで子供も出産してって、もしかしたらこう傍から見たらとても幸せに見えるかもしれないし、まあ彼女自身も多分幸せだとは思っているんですけど、でもどこかちょっと寂しさだったり何かこうちょっとしたこう虚しさっていう見えない何かがあって、それがすごくご覧になられてどう思うかあれですけど、あまり明確にすごくするっていう感じではないんですけど、なんかその気持ちを多分一番理解してくださるのが監督そばにいるので、うん、それをすごく救い取っていただいたなっていう感じです。